はい、皆さんこんにちは。こんにちは。本日は2018年度の弁理試験一発合格者である井原さんをお招きしまして、合格者対談というのを取っていきたいと思います。それでは井原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、この弁理試験、目指そうと思われたきっかけなんかがございましたらお願いできますでしょうか。はい、わかりました。私は今企業のですね、知財部の方に所属していまして、まあ、仕事でですね、外部の弁理士さんを使って特許の出願なんかをしているんですけども、まあ、やっぱりこう外部の弁理士さんの方が圧倒的に知識が多くてですね、まあ、向こうにが言ってることを自分がちゃんと理解できていなかったりとか、まあ、指示も適切に出していないんじゃないかっていうようなことを、まあ、日々思っておりました。まあ、ですんで、まあ、やっぱプロに対抗するためには自分もプロ並みの知識を身につける必要があるんではなかろうかということで、一念発起して弁理試験を目指したということでございます。なるほど。そういう形で、あのやはり外部の方だったり、まあ、内部的にもかもしれませんけれども、力のある方と対等に、そしてまた対等にとかっていうことではなかったとしても、もうそれこそ話がしっかりとできるように、適切な先ほど指示というのもありましたけれども、自分自身の持っている力によって、それが出せたり出せなかったりっていうのがあるからっていうことなんですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。その勉強を始める上で、それこそ本当にいろんな、まあ、受験期間があったかもしれませんけど、このレックを選んでいただいた理由っていうのがありましたらお願いできますか。はい、わかりました。まあ、あと最初にですね、これはちょっと消極的な理由なんですけども、はい、名古屋の近辺でですね、まあ、弁理士試験の、うん、まあ、スクールを探してみたんですけども、はい、まあ、通学で勉強できるところが、まあ、レックしかなかったっていうところがまず一つございます。はい、で自分がですね、結構意思が弱い方でもありまして、はい、まあ、家であのウェブとかを見ながらですね、勉強を1年間続けるっていうことがおそらくできないだろうというふうな強い、まあ、確信がありましたので、まあ、通学をして、はい、その時間中は教室に、まあ、自分の身柄が拘束されるわけですので、はい、まあ、それで勉強すればきっとやめることは勉強を続けられるのではなかろうかということで、まあ、レックを選んだということでございます。そういうことなんですね。まさに井原さんがおっしゃったように、私自身も昔勉強を始めてた時なんかには、それこそあの通信ですよね、はい、でやったこともありまして、その通信やっぱり自分 の、 あのモチベーションであったりとか気持ちが乗らないと勉強が途中で止まってしまったりとか、でしばらくそれがね、あの続いてしまうとかっていうのが結構ありましたけれども、まあ、それを通学で通うことによって1週間に1回とか、そのペースメーカー的な感じで必ず勉強するだろう、習慣化できるだろうみたいな、まあ、そういったところがあったっていうことですよね。はい、そうです。確かに今あの東海地方ですと、特にこのレック名古屋駅前本校では通学クラスありますけれども、他の受験期間なんかですと、まあ、あの通学はもうほとんどやってないようなんていう話は確かに聞きますよね。はい、はい、今そういった形で通学のあの話出たので、まあ、そこに理由も現れたかと思うんですけど、通学をつけた、まあ、やっぱり一番の理由というか、うん、選んだ理由っていうのは通信だけではなくっていうことですね。はい、はい、まあ、これもちょっと最初に説明を受けた時に思ったことなんですけども、はい、通学コースではですね、はい、ウェブであの他の先生の授業を撮影したものを見ることができる権利が付属してくるんですよ。はい、ということは、うん、まあ、ウェブだけで勉強している人はそっちだけで勉強しているわけですけども、はい、通学にすれば、はい、通学で授業も受けつつ、うん、ウェブの授業もただで受けることができて、これは非常に得ではなかろうかと、そういうことですね。考えて、まあ、ちょっといやらしい理由ですけども、はい、まあ、通学を選ぶということもございます。はい、矢原さんは確か宮口先生の、はい、ね、あの通信の動画を見ていただいてたと思うんですけど、はい、なので通学で生講義で私の、うん、講座を受けていただいて、講義を受けていただいて、通信の方では宮口先生の、はい、講義を受けていただいて、はい、美味しいとこ取りみたいなのができたということですね。はい、はい、ちなみにその通学をしていただいた中で高橋クラスというのを通っていただいたわけなんですけど、はい、高橋クラスの印象ってどんな感じでしたか。あの高橋先生の授業はですね、はい、とても、はい、丁寧ですね。はい、なんかここだけ今ちょっと言わせたみたいな感じになってます。そんなことございません。大丈夫ですかね。はい、まあ、実際そうだと思うんです。宮口先生と高橋先生と両方受けて思ったことなんですけども、それぞれのまあ条文の成り立ちですとか、趣旨的なところまでですね、非常に丁寧にご説明いただいてですね、私のようなですね、まあ、初学者でもですね、はい、この
条文というのはこういう条約から来てるのであるなぁなどと、うんまあ、理解することができまして、なるほど、まあ、今年のまあ論文試験でもですね、はいまあ、そういうようなまあ豆知識的なところが役立ったのかというところもございます。そういう 感覚があるということですよね。はいはい、あの確かに私のクラス、あの私自身がまずその暗記、単なる暗記が苦手ということもありまして、その暗記が苦手な方がしっかりとその対策をしていく上で何が有効だろうって考えた時に、まあ、その理解ですよね、うん、一度理解したことっていうのはあの単に暗記している形式的に表面的に、触れているのに比べて、まあ、自分のものになりやすい、しっかり定着しやすいっていうのがあるので、はいまあ、そういったあの裏側部分結構時間取ってやりましたよね。そうですね、はい、ありがとうございます。はい、ちなみにあの弁理士試験といいますと、はい、それこそまあ100人受けたら90人ぐらい落ちると、うんまあ、要するに大半の方が落ちるという試験なので、まあ、難関試験だと、はい、こういうことだと思うんですけれども、はいまあ、そういった意味であのよく講義の中でも私、うん、あの皆さんにあのお伝えしてたんですが、その100人受けたら90人ぐらいが落ちる試験ということから必然的に導き出されることとして、はい、やはりその他大勢から抜け出すというのが重要になってくる。まあ、要するに言い方変えますと普通ではない、はいところに行くということだと思うんですけど、今あの井原さんが受験、勉強していたその時を振り返ってみて、はい、自分があの他の人と比べて、はい、ちょっと普通とちょっと違ったかななんて思う点がありましたら、うん、お願いできますでしょうか。はい、わかりました。はい、私もですね、自分がまず勉強を始めるにあたって、はい、自分の性格を分析してみたんですけども、うんやっぱ相当飽きっぽいというかですね、あのすぐ勉強をするのが嫌になるというのが、まあ、容易に予想できました。ですんであのもうこれはもう習慣にしてしまうしかないのかなと、勉強時間を、もう暇な日でも忙しい日でも、毎日もこの時間になったらまあ勉強をするんだというふうに、まあ、決めてしまえば、まあ、モチベーションが下がっても、もうルーチンになってですね、できるのではないかというふうに考えまして、なので毎日まあ仕事が結構遅かったり早かったりするもんでですね、はいまあ、夜の11時ぐらいからだったらまあ絶対家にはいるだろうということで、はいまあ、11時からまあ勉強をするようにしようというふうに決めて、はいまあ、で夜中のまあ例えば2時とか3時とか、まあ、直前ですともうちょっと遅くまでとか、はいはい、するようにしていました。はいはい、やはりその以前もあの合格者座談会というのであの他の私のクラス一発合格者の方何人も出ていますので、その方たちも含めてあの座談会となりましたので、その時にもちょっと伺ったんですけれども、それこそ夜遅い時間、もあの、まあ、覚悟を決めて、でもちょっと伊原さんの中ではその覚悟を決めてっていう感覚もありつつも、その何て言ったらいいでしょう、モチベーションが上がったり下がったりっていうのをあることを見越して、うんはい、なんかこう習慣化、はいっていうところを意識されてたんですか。そうですね、やっぱりこうモチベーションって、あの最初に申し込みした時がピークで、はいまあ、あとは絶対維持できないっていうのを自分で思ってましたんで、まあ、そのモチベーションが高い時期のうちに、はい、もう将来の学習計画を立てると、はい、高橋先生の授業を受けたら帰ったらもう宮口先生の授業を絶対に受けるんだというふうに決めて、はい、それをもう回し始めれば、まあ1ヶ月も回せばあとは、ああもうやらねばならんというふうになるのではなかろうかと、モチベーションが下がっても、はい、というふうに考えて、まあ、何事も、もう自分でルールを決めてそれをしばらく守って、はい、体にもうそれを染み込ませるというふうにしておりました。なるほど、はいまあ、よく慣性の法則だったりとか、あのいろいろありますけれども、最初が一番こうあの習慣作りの部分が難しいですけど、はい、一応習慣を作ってしまうと、それこそ進み始めたらもう進み続けるという状態が、まあ、継続できるということだったんでしょうかね。そう思います。はい、ありがとうございます。はい、ちなみにあの、伊原さんはあの一発合格ということで、まず一番最初にこのレックの1年合格ベーシックコースとかっていうのを、はいまあ、あの申し込んでいただいたと思うんですけれども、はい、そちらで勉強していただきつつ、まあ、それ以外にも講座とかあの受けていただいたものがあったと思うんですね。はい、その中でもちょっとこう自分が受けてよかったななんていう印象に残っているものなんかがありましたらお願いできますか。わかりました。はい、ベーシックコース以外で、まあ、いくつかまあ授業を受けたんですけども、はい、一番合格に役立ったと思いますのが、論文フォーマットゼミでございます。はい、はい、私 の, あの、ね、オリジナル講座である論文用の論文フォーマットゼミというのがあるんですけれども、はいはい、そちらを受けていただいたと。はい、まあ、そちらでですね、
私まあ論文も当然全くやったことがなかったので、はい、まあ、一からにはなるんですけども、うん、高橋先生の指導といいますのが、まずはまあ論文の採点というのはこうなっているんだと、うん、こういうことを書くとプラス1点、こういうことを書くとプラス5点というふうに、まずは採点基準を説明されて、はい、でそこでスコアを取るためにはどういう記載をしなければならないのだというふうな指導をしていただきましたので、うん、まあ、こういうふうなことを書くと5点つくのだとか、そういうことが分かりますので、はいはい、逆算、その結果から逆算していって、その何をしなければいけないかということが理解できましたので、はい、まあ、非常に論文の勉強には役立ったのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、やはりそうですね、その論文もそうですし、担当なんかもそうかもしれませんけど、うん、やはり我々の、目指すところは合格というところを考えますと、合格するためにはといったところから、結果から逆算しまして、僕よく私の講義の中では合格逆算思考とか、そういったキーワードがありますけれども、論文試験においてもやっぱり論文の本試験当日に合格点数を取らないといけない、じゃあ合格点数がついた答案ってどういう答案なんだろうというところから逆算をして、我々が何をやるべきなのか、多くの方がやはり、逆算思考の、まあ、対比語になるかと思うんですけど、順行思考で何をやろうかな、なんか講座があるから申し込んでみようかなとか、青本読んだ方がいいっていう人がいるから青本読んでみようかななんていう感じで思いつくままに、特に大きな目的意識だったりとか逆算っていう視点がないまま、勉強してしまう方が多い中で、それを井原さんは意図的に戦略的に、それこそ確信犯的に合格を目指して取り組まれたということですよね。はい、はい、ありがとうございます。続いて短期合格をやはり、目指して頑張りたいという方が多いかと思いますので、短期合格の秘訣というのがもしありましたら、お願いできますか。わかりました、はい、私もこれが本当に正しいのかどうかわからないんですけども、まあ、自分で、これがいいんじゃないかと思ってやっていたことは、はい、まあ、勉強の対象を広げすぎないということでございます、はい、具体的には、はい、あんまりですね、やっぱ青本とか当然読んだ方が、はい、理解は深まるとは思うんですけども、はい、まあ、そういうあんまりちょっとこう担当アドバンステキスト以外の勉強対象に勉強内容を広げすぎると、うん、自分でもこうちょっと消化が追いつかないし、はい、結果的にコストパフォーマンスがもう良くないのではなかろうかというふうに、まあ、仮定をしまして、はい、担当アドバンスの中にもですね、はい、青本の記載ですとかは当然判例とかも書いてますので、はい、まあ、まずそれをやろうと、でそこがちゃんと理解できれば、うん、まあ、合格できると高橋先生も言ってますし、はい、うん、あんまりちょっと別のことをやるのはやめようというふうに、うん、まあ、意図的に勉強内容を絞って、はい、まあ、その決めた内容を深掘りするようにしたのが、うん、まあ、短期で結果的に大きくにつながったのではなかろうかというふうに考えております。はい、そうですよね、はい、私も受験時代は苦労しましたので、それこそどうでしょうか、結果が出ない時なんかは何か他の魔法のような講座であったり魔法のようなテキストが他にあるんじゃないかみたいな感じでいろんなものに手を広げたくなったりもするんですけれども、実は、まあ、今取り組んでいるものの完成度が低いがゆえに点数が取れてないなんていうことが実際の、まあ、事情だったり、しますと、逆にその取り組む対象を限定したり絞り込んだりしてその完成度を高めていくっていう方が有意義だろうというふうに考えられたということですよね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。ちなみに、もう弁理試験合格を果たされて、もう研修も終わりましたよね。そうですね、はい、なのでもう本当の意味で、合格者だな、終わったんだなという感じがあると思うんですけど、この今、はい、合格後に思うことっていうのがありましたら、はい、どうでしょうか。そうですね、まあやっぱり今自分もメーカーに勤めているんですけども、はい、メーカーの中ですと、はい、知財系の仕事ってどうしてもやっぱりちょっと暴流というかですね、物を作っている人たちに比べると若干負い目じゃないですけども、はい、自分がやってる仕事って本当に意味があるのかなみたいなところで悩むところもあったんですけども、はい、まあ、弁理士試験の勉強を通じて、まあ、合格までたどり着けたということで、はい、まあ、自分自身でもまあ自信が持てましたし、はい、あと自分の仕事にもまあ誇りが持てるようになって、まあ、知財で自分も会社にどんどん貢献していくんだというふうに考えられるようになったっていうことがまあ一番良かったことかなというふうに思います。とおっしゃいますね。よく、まあ、例えば名刺なんかに
面理士という肩書きが入ったりとかっていうのが分かりやすい変化としてこれから出てきたりとかっていうのもあると思うんですけれども、確かにそれもいいんですけれども、私自身も江原さんが今おっしゃったようにそう感じるんですが、この難関試験である、弁理士試験に合格したということ自体が、今後もずっと継続的に、自分自身の、自信になっていくというか、セルフイメージを高める要因になっていくのかなという意味ですごく大きな財産を得たような感じがしますよね。そう思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今この動画をご覧になっていただいている方っていうのは、おそらくこれから弁理試験を勉強しようかなと考えている方が多いと思いますので、そういった方々に向けて何かメッセージがありましたらお願いしますか。今ちょうどこれ撮影しているのが担当試験の前ですので、これから今年の弁理士試験のロードが始まると思うんですけども、なかなかやっぱり結果が出るか出ないかすごく不安な時期だと思うんです、なんですけども、頑張って結局勉強しないとですね、絶対受からない試験ですよね、だから不安でもですね、自分は受かるんだっていうふうに、思い込むじゃないですけど自信を持って取り組むしかないんじゃないかと思いますので、頑張ってください、ありがとうございます。もうそれこそ本当に今年の5月、今もうね、直前期になって生きているタイミングなんで、受ける方にはもう本当にそういった思いだったり、来年に向けた勉強をね考えられている方にも、それこそやはり受かることを、よく目標にする方っていうのは多いと思うんですけれども、予定にしてしまうという感覚って言ったらいいんでしょうか。もうその決定していることなんだというような感覚で覚悟を決めて、それに向かって突き進んでいくっていう、そういったなんか井原さんの熱いメッセージを感じました。ということで井原さん、今日はお忙しい中ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。動画をご覧になっていただいている皆さんも、今日この対談した内容から何か一つでも参考にしていただけることがあったら嬉しいなと思います。そしてまた一緒に合格を目指して頑張れる機会がありましたら、私自身も嬉しく思います。本日はご覧いただきありがとうございます。ありがとうございました。